今日はコスパの匠による、コスパ最強のあら汁の作り方を、皆さんに伝授します。まずはね、素材、このコスパの素材は、特別な仕入れ先からね、仕入れたものですね。こちら見てください。おっと、こちら見てください、60円ですよ。まあこれね、コスパの匠ならではの仕入れルートがあるんで、そこから仕入れてきました。でこいつを使ってこれから、あら汁を作っていくんですけども、まずはね、特別な下処理がいるんですよ。こちらですね、この太陽光で作ったお湯、こいつが必要になってきます。このお湯は0円で作られたお湯だからね、コスパ最強なんですよ。はい、と、そしたらですね、こちらの太陽光のお湯に打ち込んでいきます。はい、こんな感じでね、熱湯に、こちらのブリをつけることによって臭みが抜けるんですね。まあ、コスパの素人はね、この下処理を怠って、ブリ汁失敗しますね。はい、匠はここは手を抜かずにちゃんと、お湯で、ちゃんと臭みを抜けます。そうしましたら、このお湯は、まあ、捨てるんですけども、ここでね、あ、こんなに出汁たっぷりのお湯捨てるのもったいないと思うかもしれないですけども、まあここはもう容赦なく捨てちゃってください。なぜかというと、生臭いからね、これ臭み抜きでお湯にブリを浸したんで、この水でそのままブリ汁を作ってしまうと生臭いブリ汁になってしまうということなんですね。ちょっと鍋も念入りに洗っていくということですね。このブリ汁の鍋にはさっきの生臭い匂いが染み込んでるから、ちゃんと洗った方がいいっすね。そしたら釜に火を入れていきます。まあコスパポイントとして、ここではガスを使ってはいけないと。やはりせっかくね、60円のブリを入手したから、なるべく光熱費もかけずに、コスパを貫きたいと。でここはやはりこの特製の釜を使ってブリ汁を作っていきましょうね。まあ、そうしたら、お湯を沸かしていくんですけども、こちらね、スーパーで汲んできた0円の水、ミネラルウォーターを買うとこれ1本安いのでもう60円する。だからスーパーの水だと0円。あ、これ刺さってなかったかも。マイク音声拾ってなかったかもしれないな。コスパ師匠痛恨のミス。まあまだ沸いてないけども入れちゃいます。こちらの先ほど湯通ししたブリ、これを入れていくと。そしたら生姜、ちょっとこれ生姜ちょっと傷んでるな、傷んでる部分はちょっと生姜が傷んでたんで、その部分を切り取ります。まあ正直ね、もうこんな傷んでる生姜なんか本来使わないけども、そこをあえて使っていくと。まあ捨てるはずの生姜をこうやって使うから、この生姜は0円ですね。コスパ最強です。せっかくなんで全部すりおろしちゃいます。やっぱしなびてるせいかさ、全然すりおろせないんだけど、これ自分の手をねすりおろさないように気をつけてください。これでね、病院行きになったらコスパ悪いですからね。
そしたらもうたっぷり入れる。まあ生姜は正直ケチらずにたっぷり入れた方がいいですね。まあこれ結構あれだから匂い消しの役割があるからな。ケチらずにたっぷりと。沸騰する前に味噌入れた方がいいのかな。沸騰してから入れた方がいいのかな。ちょっとわからん。まあもう味噌入れちゃいます。まあこの味噌ね、業務スーパーで安売りの時に買った味噌なんですよね。麹味噌、これがね美味しいんですよ。でまあこいつを溶かしていきますね。これちょっとねコスパを意識しすぎて水を入れすぎたかもしれんな。もうちょっと水少なめにした方が良かったかもしれない。味が足りない分はね、まあ、味噌を たくさん追加すればいい話だから。やっぱりこんだけたっぷりあればね、もうこれで3日ぐらいは楽しめるそうですよね。うん、まあ味が薄い分には味噌をどんどん追加すればいい話だからな。最後にね野菜を入れていきますか。ここら辺から切ればいいんだっけ。うん、根こそぎ切っちゃっていい、ね、いっぺんにやると多分大変だと思うからね、ちょっとずつやった方がいいかな。こうか、ここら辺から切るよ。うん、あ、生えてるニラを切ってるだけだから0円、コスパ最強です。で、ちょっと食べやすい大きさに切って、そしたらニラを投入。そしたら完成ですね。おそらくね、ブリが60円、味噌が20円ぐらいか。でもその方が0円ですからね、まあ、80円のブリ汁完成です。まあ厳密に言うとこれ着火するときにこれ使ったから、このガス代が3円ぐらいとして、まあ、83円、ブリ汁完成です。臭みも全然ないっしょ。ないない。昔同じようにさ、霞で、うん、あら汁の半額、あら汁じゃねえや、ブリの半額のやつ買ってきて、うん、で作ったことあるんだけども、えらい臭いのができてさ、僕食べられなかったんだよね。あ、全然ない。後から調べたら、うん、やはりちゃんとブリを洗ったりとか、まあ、さっきみたいにお湯でさ臭み抜きをしないとダメなんだって、うん、あ、賞味期限間近のやつは特にな。そっか、今回はその教訓を生かしてうまくいったよ。でもこれだったらさ賞味期限間近でも美味しく食べられるね。うん、コスパいいですね、ブリ汁。うん、あっさりして美味しいよ。本当に稲荷がいつも以上にさ接近してるな。うん、あれちょっとこれはね、あげられないからさ、まあ後でまたお菓子もらっとけ。うん、なんかブリってなんかやっぱブリだからかわかんないけど、なんか上品な出汁じゃないこれ。あ、本当上品だ。まろやかなさ。うん、まあ、こんな感じで今日はあら汁を作りました。うん、なんかあら汁って言ったりブリ汁って言ったり統一されてないな。まあブリしか入ってないから、まあ、ブリ汁でもあるけどね。うん、まあ、これたっぷり作ったから、うん、あと多分ね3食分ぐらいは賄えると思うわ。うん、ということで今日はコスパ師匠によるコスパ抜群のあら汁でした。